ヤクルト、うちで同じようなことは起こらない。ヤクルトは29日、東京都内での球団納会を前に全選手を対象に講習会を実施。楽天を揺るがしている安楽智弘投手の騒動を受け、急遽ハラスメントに関する指導も盛り込まれた。今回の講習会が企画されたのは、相手チームの選手が至急で途中退場した試合後、うちの選手が SNS に投稿した内容が無神経だとして炎上したので、初めて専門家を呼んで本格的に講習することになったのが元々の経緯だが、楽天でああいうことが起きたばかりなので、ハラスメントの講習もやろうということになった。火中の安楽が済美校のエースだった2014年ドラフトで、ヤクルトは1位指名も楽天と競合の末に交渉権を逃した。当時を知るスカウトは、むちゃくちゃいいやつで、キャプテンをやっていたし上皇監督も褒めていた。おかしなところがあったら指名していない、と振り返る。今回の騒動をめぐって安楽は、相手によって態度を表現させる、とも報じられており、本性を見抜けなかったという可能性もあるが、たとえうちに入っていても、楽天であったような使っては絶対できない。ご球団関係者、自由なチームカラーの中にも石川、青木ら投打のリーダーがナインの言動に目を光らせているからだ。この関係者は、ああいうことが起こるのも楽天のチームカラー、誕生から20年も経つのに、未だに移籍組ばかりでチームを作っていると指摘。前向きのチームリーダーだった島本博も、出場機会を求め2019年オフにヤクルトに移籍。島はうちで来年からヘッドコーチをやるけど、本当だったら楽天にいなければいけない人物のはず。安楽が18歳で初勝利を挙げた試合でもバッテリーを組んだ島コーチが、何らかの形で今も楽天に残っていれば、後輩から一斉告発されるような暴走は防げたかもしれない。ヤクルトで起こらないかはともかく、移籍組で固めてるのが一員ってのがあながち間違ってないと思う。チームをまとめてくれる生え抜きのベテランは必要。そこも大切な評価基準。あの時カクカクしなくてよかったな。確かに楽天だから起こった問題なのかもな。結局野球ってお金でやるもんじゃなく、人がやるもんなんですよ。島さん、楽天に戻ってきてくれ。定期的に講習会を行い、意識づけを怠らないことが何よりの防御策。ヤクルトはじめ他球団でも十分あり得る話。落合も暴力エストするのに5年かかったって話してたのを思い出した。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。